レイカのタラム講座24です。イエーイ。はい、では今回はダンスドラムを紹介します。では最初一回叩いてみましょう。はい、ベースドラムのいいところは2つあります。1つ目は生ドラムはその叩いた音の大きさを変えれないんですけど、これは小さくすることもできて、例にすることもできるんですけど、なのでマンションとか小さいライブハウスとかあんまり音を出してライブをしたことないところとかのお店で使ったりしてできます。では一回例にして一回叩いてみましょう。こんな音が出ます。では、レンになるとこんな音が出ます。ではまた上げてみましょう。これぐらいかな。ではちょっと立てれます。またはいはい、ではこんな感じになりました。では次紹介するのはじゃじゃーん、このヘッドホンです。ヘッドホンはこうやってつないで、このデースドラムにはつけるところがあるので、こうこっちでも聞けるようになります。 このスピーカーから流すこともできるし、スピーカーから流さなくてもここに挿して電源入れればこっちだけで聞くこともできます。じゃあちょっとすっぽりー、はい、じゃあ入って叩いてみます。ではこのスピーカーから出してる音とこのヘッドホンから聞く音もまたちょっと違う音になってるので面白いです。はい、ではベースドラムのいいところの2つ目は音を変えれることです。このベースドラムではこうやってして音を変えることができます。例えばこんな音とか、こうやってボンゴの音とか、みたいな感じで機械の音とかも出せるようになっています。あのみたい。はい、じゃあ今日はデンスドラムを紹介したんですけど、私のいつも使っているデンスドラムはこのローランドさんの TD
TD50 っていうやつで、このローランドさんのやつでは、その、自分で音を作ることができて、私も一回作ってみました。これはグッドタイムズのやつに合わせて作ってみたい。自分で音を作ることができて、この電子ドラムではこうやって音を自分で変えて、自分で好みの音に変えることもできます。こう例えばここのインチっていうところも面白く、こうやってこのインチを変えることもこの電子ドラムではできます。そして私の好きな自分で作った音の中でもこの音も一つ好きです。はい、これは全部じゃーん。ここはシンバル類は40とか、こっちは30インチとか、めっちゃ深いやつにしてみたのが一つ、私の自分で作ったやつの中でお気に入りのやつです。はい、どうだったでしょうか。ベースドラムを使ったことない人はぜひベースドラムを叩いてみてください。はい、では、よいからドラム講座24を終わります。